古いカセットが出てきたけど、何が入ってんのかな。部活の音源か。誰が弾いてるんだろう。はい、軽音部へようこそ。あたしかい。軽音部のラジカセ。あー楽しかったもうね、熱唱、ずっと熱唱、今日はコンプレックス前半をお届けしております。1曲目ランブリーマン、そしてプリティドール、それから恋を止めないで、いきなり飛ばして3曲飛ばしてまいりました。はい、いやー本当に、あー楽しいもうね、自分が楽しきゃいいっていうね、熱唱しながらやってましたね。さあ、ツイッターの方まず行きましょう。いっぱい書いてる天候いきます。熊本リンダ兄貴、関さんがお休みトラブル中、さちみさんもライブでお休み、それからスプーンアリスお休みかな、でコータ88が仕事中、それから金堂ちゃん、リュウイちゃん、ポムポムちゃん、なんちゃって警備員、バルコちゃん、シオちゃん、 SS109、 リッちゃん、青空ちゃん、田中ちゃんは録音中、ピュアのハートちゃん、野村監督、なりっこちゃんはご飯食べてる、山崎隆史、智則、サイヤちゃん、スーちゃん、ロビタ、ゲンヤ、ユウスケ、プリン2号さん、プリン2号さんタカコちゃん、あ、タカちゃん、浦和のピースケ、日の国美咲ちゃん、てんちゃんがステッカー届いたそうで、ありがとうございます。ありがとうございますって言ってるってやつか、逆だな。タイガー、センタープラザミッタちゃん、旅時の欧州人、ドテピー、ミサキートン、ウイチロー、ナイトセーバー、あとケントトちゃん、やつがね、タカコ姉さん、ビビビの太郎、リーデントマン、闘技牛のマンボご参加ありがとうございます。いや本当にね、いきなり飛ばしてまいりましたが、今日はコンプレックス、恋を止めないでをリクエストしてくれたのは親島です。親島のメール先読んじゃおうか。もう魔王なんかどうでもいいですと叫びそうな三河坊部長、天女に下ネタを言わせそうな一部の方を含む部員の皆さん、葛飾 FM の皆さん、こんばんみ、今週の活動もよろしくどうぞ。私が最近困っていることは特にないかな、強いて言えばないのかよ。会社の社員や部員、部長の、会社の社長や部長の言ってることが信用できないことでしょうか。これ大問題じゃないの。社報を渡されても読みません。上司から LINE が来てもスルーします。上司から話しかけられても返答しません。一番若い社員も辞職の意思があると聞きました。勤続10年以上の方も数年以内に辞めるらしいです。もうこの会社は末期状態だと分かってます。なかなかやばいねこれね。大丈夫？タイミングを見計らって次のステップに移行します。その時はスーパーバイザーとして部長にお願い。え、嫌なことですって。でリクエスト、恋を止めないで親島です。ありがとうございます。親島はなんかほらお店やりたいって言ったんだよね。カフェかなんかね、それっぽいし、それっぽい仕事に就いたら、まあ、なかなか飲食難しいかもしれないけど、飲食のだんだん徐々に飲食の人手が足らなくなってくればいいなっていう感じなんだけどね。そういう仕事にカフェね、電車カフェみたいになりたいって言ってたじゃん。だからそういう方向にこうちょっとハンドルを切った方がいいのかななんて思いますけどね。親島のリクエスト、声を止めないでお届けいたしました。それからその息子、とりあえず部長サインくださいって息子島ありがとう。で吉川浩二、じゃあコンプレックスと いえども歌は吉川浩二だからね。吉川浩二を嫌いな闘牛士のマンボと浦和のピースケ書いてましたね、ツイッターの方でねそういえばさ、吉川浩二さんといえば知り合いのね、北千住の知り合いのお店のマスターが、俺は昔若い頃吉川浩二に似てたんだよとか言って髪型がね、ラビさんみたいな感じなのね髪型というのか頭の形というのかさ、ラビさんみたいな感じなんですけども、俺は昔吉川浩二に似てるってうちの嫁に言われたんだよとか言って、
何言ってんだよってもう本当にねよく言うわって奥さんもそうそうそう似てた似てたとか言っててよく言うわとか思って、でもね若い頃の写真を見せてもらったの似てたね、やっぱりね毛量は大事ね後にいろいろね、大事だなと思いましたそんなことどうでもいいか。さあ今日はね困ってることっていう話なんですけど、私の困ってる話をしよう。12月の入院する前だから半ば前ぐらいにさ、まあ、何が困ってるっつったってウォーターサーバーで困ってんのね。12月の半ばに、お水が漏れたの。で、あ、これ水漏れたから機種変更してもらう、機種変更じゃないとサーバーを変えてもらおうと思って、で電話してサーバーを変えてもらって、で変えてもらったら今度で入院したでしょ、で退院してきて、でしばらく経って2月に入ってだお湯が出なくなったの。でお湯が出ないんで、すいませんけどもお湯が出なくなっちゃったんでって言ったら、じゃあ交換します、すぐ交換するんだよね、で交換しますからって言って、そしたら今度2月日付も書いてあるよ、こうなったら9日の日に水が漏れ出したんだあ、水が出なくなってそのうち漏れ出したのね。おいおいおいと、お湯は出るんだけど、おいおい、いやいやこう実はこうなんでって言ったら、じゃあまた交換しますって言って、で交換してくれて、交換してくれたはいいんだけど、でああもうやっと落ち着くかなと思ったら、今月の8日の日に水が止まりまして水が出なくなって、でお湯も出なくなって、おいおいおい、もう参ったなとか思ってさ、電話するのも嫌だしクレーマーだと思われるじゃん、クレーマーだと思われるみたい、思われちゃ嫌なんで、ちょっと嫌なんですけどみたいな、嫌なんですけど言いたくないんですけどつって言ったら、じゃあ今度は新品をやっぱり渡してないらしいのね、どっかから回収したメンテしたやつをこう渡してるらしいんだよね。でもう機種が新品のはないからって言って、で結局届いて、じゃあしっかりメンテをした、強化メンテをしたやつを、強化メンテ今までしてなかったのかよと思ってたんだけど、したやつを送りますって言って、それが今週19日届いた。でこの困ってるなって話をさ解決して、みんなにこう、いや解決したんだよっていうオチをつけたかったんですけども、今度はさ外装が壊れててなんか水を出すところの横のところがなんかこうパカって開いちゃってて、でこれまた何かあった時にうちがやったと思われたら嫌じゃん、でクレーマーだと思われるのも嫌だから、もう水を設置する前にもう電話して、あのクレーマーだと思われてあれすると嫌なんでって一応念のため言っとくんですけど、こうなってますと。向こうはまた取り替えたいって言い出したので、ね、いやもうまだでも強化メンテしてくれたやつで水も通してないから動くかもしれないから動かしたいって、さすがに私ももうこれを使ってみたい、もう形はどうでもいいから、ただなんかあった時にうちが壊したんじゃないよっていうのを一筆書いといてくれっていうんでさ、結局横の広がったウォーターサーバーが今頑張って動いてます話長いんだけど、そんなことがあって、でもうほら困ったことっつって先週言って、その19日にお水が、あ、サーバーが届いて解決してるかなと思ったら結局解決してないで、このメールテーマの時に、そんな感じでございますということで、本当にね、なんていうの、なんとも言えないこんなことがありました。まず一つがそれここでまた一曲お届けします。さあお届けした曲プロパガンダでした。さあツイッターの方、キングカズン、それからジェイ、そしてカレーパンちゃん、ご参加ありがとうございます。いやで、そのさっきのウォーターサーバーの話、メーカー名言っちゃえよとか言ってるけど、そりゃ言えないよで新品じゃないってか、結構ね
前の機種なんだよね。今ない機種だから多分新品は届かないんだと思う。うん、だからこうメンテしたやつなんだと思う。うちの子供なんかも取り替えちゃえよって言ってるんだけど、あ、解約しちゃえよって言ったんだけど、もうあのここまで来ると私も怒らないで、もうあのそのたんびこうね変えてもらおうって思ってるだけ。嫌なのが届く箱を、段ボールをいつもいつも切り刻んで捨てなきゃならないのがめんどくさいってだけの話なんだけどね。さあ、メールいきます。これはね、桃春パパ。先週も投稿しましたが、家族全員コロナに感染して外に出ることができず、買い物に行けなかったので食べるものには困りました。ストックは多少ありましたが、埼玉県の食料支援でなんとか食いつなぎました。明日から私が仕事に行けるので買い物係で頑張ります。これは大変だよね。あの家で、うちの場合はホテルに行っちゃったんで、あのなかったんだと思うんですけど、あのだけどうち母親と子供が濃厚接触者だから外に出らんなくて、買い物も行けなくて、あ、桃春パパバンドオンザランリクエストいただいたんですけど、ごめんなさい、また今度です。で行けなくて、もううちの子供はウーバーイーツのプロになったね。ウーバーイーツ、そのうちウーバーイーツのお金もなくなってきて、ママお金がないとか言って入院してるところに連絡が来たんで、ネットで振り込んであげたりとか。なんかね、大変だった。はい、本当これは大変だと思いますが、頑張ってくださいね。それから熊本のカーコさん、無事退院しました。昨日尿管に詰まってる血石を月曜日に衝撃波で、衝撃波ってあのよく、あ、胆石とかみたいにこう電波みたいな超音波みたいなんでパンパンパンってやってた、うん、で壊したんだけど、一部しか割れず、来週の月曜日に再度やる。うちの母親も胆石の時にそういうのをやるやんないの話があったの。もちろん私の困ってることはこの結石、石ためんで金ためろと石ためんで金ためろと若い頃父によく言われました。父方の体質遺伝なので仕方ないところもあるのですが、どうにかならないものか。先週コーラとチョコレートをやめると宣言しましたが、一応守ってます。いろいろ調べると奥が深い。若い頃はカルシウム取りすぎちゃダメよと言われてましたが、今は積極的に取るよう言われたり、毎日頭がクエスチョンマークでいっぱいになりそうです。部長も唐揚げ我慢してるって言ってたから、私も頑張る。体質改善できたらまた報告します。いやー難しいな、これ。石が溜まるってことは、あれかな、やっぱカルシウムというか、あのあれと一緒なのかしら、歯石と同じ仕組みなのかな、そういうのがつきやすい、なんかを取れば溜まりにくいとか。でも体質だもんね、こればっかりはね。石溜まる人はもう溜まるしね、何回もやるしね。そこはな、うまいことやるしかないんだろうな。頑張って、私も唐揚げ食べないで頑張ります。どういう頑張りだって二人で。それから、これはしおちゃんです。しおちゃんリクエスト、レイオンミー、あのレディガガとアリアナグランデのだったんですが、ごめんなさい、また今度です。最近本当やる気がなくて困ってます。仕事も集中力が続かないし、眠くなるし、家事もめんどくさいし、お料理意欲もナッシング、本当に困ってます。部長や皆さんはやる気がない時ってどうしてらっしゃいますか、ぜひ教えてください。やる気がない時、やる気がない、あ、退院してさ、やる気がなくやる気がなかったとかじゃなくて、しばらく、まあ、体調が悪いっていうか、やる気が起こんなくて、何で起きたんだろうな。やる気が起きなかったな。やる気がない時、いや、スイッチが入んない、スイッチが入んないってよく私言ってたんですけど、やる気が入んなかったね。それどうやって直すんだろう。ちょっとどうやって直すか、皆さんしおちゃんにツイートしてあげてください。私はやる気が出るようになるまで待ってたかな。うん、時間で解決させようとしてた気がします。はい、そんな感じ。とりあえずじゃあここで一旦 CM です。
Be My Baby お届けしました。マジェスティックベイビーそして Be My Baby お届けいたしました。スーちゃんリクエストいただいた、マジェスティックベイビースーちゃんと神戸のドテピーペアで、リクエストいただきました。ありがとうございます。スーちゃん、今週の課題困ってること、特定難病の持病があり担当医にはいつも治る確率も低いけど一度入院して治療してみる価値はあるかもと言われ、もう数年年を重ねてしまうとそれこそ確率もどんどん低くなってしまうのですが、家のことが心配で入院できません。小学校5年生の野球小僧に、小僧よりも精神年齢の低い夫に猫1匹切って取っての1週間単位の入院だったらそこまでじゃないんですが、最短で2ヶ月弱、長ければ帰ってこれない可能性もあるので本当に心配で心配で入院に踏み切れなくて困ってます。いなければいないでなんとかなるよと軽く夫は言いますが、言うんだよね。あれなんだろうね、一番お前が一番なんとかなんないんだよって思う。おそう書いてある。一番信用のない人に言われてもいや絶対そうだわ。うん、輸血に頼りながら生活していますが、特効薬ができて治らないもんかなと日々願ったりしてます。せめて息子が高校生になるまでは入院できないな。うーん、すーちゃん中学生で大丈夫だと思うよ。うん、あ、わかんない、男の子だから。女の子はもう中学生ぐらいでしっかりして結構大丈夫なんだけど、まあ男の子も大丈夫だと思うよ。そこからがやっぱりほら、すーちゃんが具合悪くなっちゃう方のが辛いし、やっぱりね、お母さんが元気でいる方のがいいから、そうなると中学生ぐらいで、そこがこう夫は無理だけど子供のジャンプアップ時期かもしれない、うん、多分そうなった時に、お子ちゃまの方のが結果ご飯作ってたりとかするかもしれない。そんな気がする。うん、中学生ぐらいでいけるんじゃないかなと思うよ。うん、気をつけて、様子を見て、あまりあれだったらちゃんと入院して治した方がいいと思います。はい、心配だけどね。それから神戸のドテピー、同じ曲リクエスト、今週のテーマ僕のためですか。僕4月の頭から嫁はんと別居してるんです。は？そうなの。前から更年期かなんか知りませんが、ずっと嫁はんはいつもイライラしてましてね。そんでおられたらイライラするって言われたんで家を出て今実家にいます。おっと、ちょっとこれはヘビだよ。そうか、更年期な、わかるけどな、わかるけど、そこはいなくなって改善されるもんなのかなと思うけどね。私があんまりその更年期を感じてないからわかんないんだけどね、そこはね。目の前にいなくなってそれで解決することじゃないと思うんだけどね。そっか、トラック山ちゃん Be My Baby リクエスト、今宵もお耳のお供によろしくお願いいたします。困ったことは塩分超控えめ料理、お惣菜を作っても味気ない料理で、これは自分のためにと思っても困ったもんです。でも負けずに頑張っていきたいと思います。小安さんありがとうございます。エアスケジュールとステッカーが届きましたありがとうございます。山ちゃんリクエストいただきました。そうか、大変だよな本当に。いや、体のことは一番大変、どうにもなんないからね、そればっかりはね。さちみさん、さちみさん今日はライブ行ってるけど、先週もお話ししましたが山登り行ってきました。不安だったから体力も毎日のスクワットでなんとか乗り切り、お仲間の方々からお褒めいただきました。ただの酔っ払いじゃないもん、金のかかった酔っ払いだからねさちみさんね。今週のテーマ困ってること、ありすぎてどれをネタにするか迷っちゃいます。コロナ禍での働き方で交通機関を使わず出勤できるのと、なんちゃって管理職で残業時間つかないから常時会社にいるメンバーに、それはそれで仕方ないし若い子たちに無理をさせたくなかった、しかし普通に戻りつつある世の中なのに会社は相変わらず緊急事態宣言くらいの対応。そっか、時差出勤とかフレックスに慣れすぎて少しずる賢くなったのか、 朝来ないわ、夕方いなくなるわ、営業職というのもあるけど個人の管理能力が問われる時代なのかなと。すみません、困ったことより愚痴になりましたね
王子の、愛の歌リクエストをいただいたんですけども、さちみさんライブ行ってるから、じゃあまた今度ね、これまた今度かけるね。そうか、会社もね、会社も難しいよね、状況が変わってるから。うちもそうなんだけど、昨日そんな話をしてて、お店がやっぱりお客さんの入り方が遅くまで入んなくなったっていうか、お客さんはまあまあ来ていただいてるんですけども、遅くまで入んなくなったので、なんかこう今まで全部ね、営業時間全部を使っていくらっていう売り上げだった売り上げが2時間ぐらいにギュッてこう凝縮されてお客さんが来るから、ありがたいんだけどすごく大変らしい。しっちゃかめっちゃかになって、でその後早い時間にさって引けちゃうっていうね、なんかちょっと雰囲気も、お酒を飲むその夜の街の雰囲気もちょっと変わってる感じがすると言ってましたね。うん、北千住の話だけどね、それはね、そうやって言ってました。それからこれはね、浦和のピースケ、ごめんなさい、先に送ったメールが長文になっちゃって部長への挨拶すら書いてなかったもんで。いや大丈夫。先週のメッセージのテーマ書きたいことが、今週のメッセージのテーマ書きたいことがいっぱいあるんだけど、送って読まれるのを聞いてるとますます考えちゃって気持ちが落ち込むのが間違いないんでやめておいて。別口で部員セレクトメールだけ送りました。どうかご勘弁ください。部員セレクトメールはね、保管してます。いただいてるんで、みんな他の人からもいただいてるんで保管してます。なので一応来月からコーナーを作ってやろうかなと思ってます。あとで新しい局長に相談して、さっきまでここにいたんですけど、相談して、こんな感じでやりたいと思ってますっていう風に話をしてやろうと思っています。それからこれはね、ちょっと待って、愛知の青空ちゃん、フィンガー5恋のダイヤル67をリクエストだったんですけど、ごめん間に合わないかなって、ごめんね。今仕事帰りました。ケイラじゃギリ聞けるかな。雨の自転車通勤やだ、困った、梅雨はどうしよう、あと1台自転車買って会社の近くに駅に止めとくかな。さっきヒロリンが雨のバイクで通勤してるんですけども、雨で嫌でなんて先週も今週もみたいなことを言ってた、うん、まさにそんな話をしてたよ。今日はなぜか金曜日なイメージだけど木曜日なんです、疲れたよ。だからさ、この番組やってる時なんかみんな金曜日イメージが抜けないんだよね。私もまだ抜けない。ま、今月いっぱいでなんとか調整がつくかなっていう感じはするんですけどね、抜けないね本当に。ナイトセーバー、困ってること、彼女といつ住めるか、これまで我慢してきたから公式に毎日添い寝したいです。今年中にというのが理想でありますが、夏に車検があってお金がいるようなもんで、あとは昨年苦しんだ体調が今年は完全に治ってほしいです。こちらはまさにいわゆる一つの日進月歩という感じです。でブンブンサテライツのキックイットアウト、このブンブンサテライツがなかった、ごめん。そうか、彼女と住みたいね。コロナだといろんな弊害があるからね、今ね大変だよね。それからこれ、ちょっとあれどこ行った、ちょっと待ってね、あったあった、これ行こう。コータ88、十数年前の部長の動画アップされてたから見たよ。あ、これはいいわ。昔はいじられキャラだったんだね。素敵なおじさま2人にあれこれいじられるところを見てほくそ笑んでおりました。しかしよく見ると娘さんにそっくりだよね。似てるかな、やっぱ血は争えないよね。さて困ったことですが、困ったこと、はい、今日は朝からトラブル続きです。まずは予定がダブルブッキングから始まり、返却物の配送先を間違えたので引き取りに出向いたり、さらに送ってはいけないものをメールで送ってしまったり、タンスの角で足の小指をぶつけたりで、午後からはその謝罪暗夜で暴殺されておりました。まあ結果的に事なきを得たのですが、あとインタビュー案件が最近のコロナ禍で不足しており、ネタをなかなかゲットできません。うん、某メーカーの商品の使用用途を体験してもらって意見を伺い、それを記事にしてウェブ公開するのですが、
商品を送るので部長協力してもらえませんか。はいいよ別に。何送ってくるの。あれだ、ヒゲ剃りのシェービングクリームとか ダメだからね。一応入ってないから。そういうんじゃないの。いや、インタビューはオンラインで結構です。オンラインで、あ、いいけど。で、リスナーさんの中でも、もし俺かっこ私、あ、俺でも私でも大丈夫なもんなのね、協力してもええよという人がいればぜひ名乗りを上げてください。実名や顔出し NG でも仮名、画像処理しますので問題ありません。メッセージはツイッターの DM やシャブケイラジで結構です。あ、そう、どんな感じなんだろう。あとギャラは出ませんが、その代わり送った商品は進呈します。商品は何なのかは来てのお楽しみ。そうか、え、面白そうだけどね、これね。こういうのはバルコちゃんが得意なんだよね。でも遠いね。そっか。じゃあどうしようか。これ一応ブログにも書いておくけど、じゃあ24日の締め切りで参加できる人はメールちょうだい。そんでほら人数わかんないとさ、コータも困っちゃうから、うん、で私がコータに送ってもらって、でほらコータにみんなの住所を教えるわけにはいかないから、私からやってくれるよっていう人は送りましょう。うん、それはやってみようか。それね、誰も協力してくんないったら私だけ協力するから。一応じゃあ24日までにその協力してくれるっていう男子女子ね、男子女子でもない人でも何でもいいですけども、メールをいただけると参加しできますよって言って住所と名前でください。はい、そしたらコータに人数を教えますので、ぜひ、参加してあげてください。でもどういうのか、物が分かんないとでもね、あれだけどね。結構男女使えるものっぽいね、多分。そんなコータのリクエスト、コンプレックス1990、それじゃあこれを前半の最後ということでお届けしたいと思います。さあ、日本全国8時になりました。軽音部のラジカセ、ミカボーがお届けしております。今ツイッターの方じゃなくて、メールをチラッて見たら、これは初めての人だな、多分。赤羽モンキー、葛飾 FM に似合わない曲がかかってる。私の趣味です。先週はボーイをかけました。似合わないかね。そんなことないよね、結構。そう、そういうちょろっと送ってきても拾っちゃうかね。あとちび店長かんちゃんがなんか言って、何の話とか言って、何という、何の話とか、そういうのツイッターに書け。ね、ありがとうございます。それからまずこれね、今日は困ってることっていうテーマでお届けしております。はい、いつもテーマないです。今日はテーマあります。ピュアなハトちゃん、早速タイムテーブルの希望のメールを送りました。こちらの部員さん、皆さんのメールは本当楽しい内容が多く、時間的に聞き戦ですが笑いながら聞いています。これからも楽しませてもらいます。よろしくお願いします。ピュアなハトちゃん、ありがとうございます。あとでじゃあステッカー用意して、タイムテーブル用意して、小屋便に頼みます。はい、ありがとうございます。冬姫先生、困ってることといえば YouTube の字幕自動変換がうまくいかない。ただでさえ報復絶倒の爆笑変換なのに、最初に全部の字幕がまとまるし、あれなんだろうね、こうビョってね。しかも字幕が時系列を追ってなくて、あんた一体どこら辺の字幕ってばっかり。ほんとそう。授業の録音も文字起こししたいのに心折れそうです。ちゃんとシステム整えますかというね、冬姫先生。あの字幕はさ、本当に適当だよね。どっからああいうシステムなんだろうね。適当だなって思うもん。そんなこと私言ってないよっていうことをね、変換されてもと思うことがあります。はい、それから裏から五郎さん、後ろから五郎さん。困っていることかあるといえばあるし、ないといえばない。
強いてあげれば、最近妻にリュックを送ってもらったんですよ。しばらくリュック背負う文化がなかったんですが、20年ぶりに背負ってますが、仕事の時パソコン持ち歩くんで、明らかにリュックだけじゃキャパがオーバーし、パソコン入れるバッグを別途持っているんです。荷物まとめるつもりで買ってくれたのにキャパが、困りましたね、というほどじゃないですが、ではでは、というね。五郎さん、あのカバンのサイズが帯に短し、タスキに流しってやつね、よくある。これだと入んないんだけど、これだとでっかすぎるとかね。逆パターンだね。そうかそうか、これはな、でも買ってもらったもんだしな、この部分でも新婚だしでいろいろと難しいっすよね。その辺はね、五郎さん頑張れ、うん、手がある部分だけ荷物持て。さあ、今日はね、困ってることという話をしてるんですけど、さっきあの浄水器じゃない、ウォーターサーバーの話したんだけど、もう一つはね、ゴールデンカムイっていうあの漫画があるんですけど、今度実写化されてアニメもある漫画なんですけど、入院してる時にゴールデンカムイを結構見てて、うん、でね、あの今今度実写されるかなんかで、今あの隣のやんじゃんだかなんかのサイトで全部読めるようになってる、無料で、なんかサービスで、それがね8日間とか1週間ぐらいで300何話なんだよね、あれ多分、うん、新しいのが300何話をね、今んとこ私60話ぐらいまで読んでんだけど、1週間で読めるかなっていうのがちょっと困ってるところ。あとはあれ、顔がね、顔がねじゃない、顔の話は、プロフィール画像の話は昨日ツイキャスでしたんだけど、あのいつもインチキな写真を出してたっていう話。結論から言うと、アプリが自動的にフィルターがかかっちゃってて、自動的に漏れちゃってたってやつで、嘘の写真を上げてたので、昨日プロフィール画像をちゃんと撮ってあげたっていう話。それじゃなくて、昨日一昨日寝てる時にスマホを、まあスマホ見ないで寝りゃいいのにさ、なんかで見てて、たら顔に落っこってきて、鼻の目と目の間のちょっと下のところあたりが赤いです。それぐらい、うん、あのウルトラセブンのさ、赤いポチンのちょっと下ぐらいが赤いです。ちょっとウルトラセブンに入ってます、痛い。そんな感じ、困ってることは。まあいいや、どんどん行こう。焼きそばさん、最近困ったこと、ロシアの軍事行動やコロナウイルスと世界情勢が著しくない。あ、これを話すと目いっぱい時間を割くので、ひとまず置いといて、直近の話だと、通勤に使う東武線が止まりました。電車ね、うちの子供の乗ってる電車は年中止まってるよ、あの宇都宮線。幸い5分遅れで到着はしましたけど、遅刻ギリギリで出勤している人はやばかったなと。日本から帰国した外国の人は時間の正確なダイヤに驚くそうで、今更ながら日本の鉄道すげえとなるそうな。せめて車両確認のための非常停止ボタンは仕方ないけど、線路立ち入りは避けてもらいたいものですと、ね、うん、線路入っちゃうと本当に困るよね、あれは。通勤時間はちょっとやめてっていうのはありますよね、うん。それから、よいしょ、あ、じゃあリクエスト行こうかね。どんどんリクエストも行かないといけません、時間がなくなってしまいます。タイガー、タイピエンコちゃん、ナリッコちゃん、同じリクエストです。はい、今困ってることはやたらと会合が多いことです。タイガー、交通安全協会の分会長になったら、自動的にいろいろな委員会や協議会の役員兼任になりました。数えてみたら肩書きが8つ。4月は新年度が始まり、それぞれの今後の活動内容の説明会とか会合がやたら多い。土日ならまだしも、ほとんどの会合が平日の午後7時からです。5時に仕事が終わって7時からなら出席しやすいだろうってことだと思うけど、私はまだ仕事中の時間、出席できない場合は代理をなんて言われても、実際はなかなか頼みにくいので、仕事を途中で抜けて自分が出席するしかありません。
社長は理解してくれているので、半日有給を使って出席依頼された会合には今のところ全て出席していますが、3月4月だけでも11日半日有給の申請をするのはさすがに気が引けます。たまには会合を土日にするとか少しは配慮してほしいですね。土日はそういうのやりたくないんだよね、きっとね、みんなね。今月あと3つ会合があります。来月から少し楽になると思いますが、本当に困っちゃうなというね。いや、年度始めはそういうのは仕方ないよね。私も PTA 葛飾 FM にいるときにこう PTA の役員やったりとか、あとは理事会ね、前の会社で、前の東京都関係の仕事をしているときに、理事会のね、会議資料とか作ったりとか、毎回理事会をいろんな支部の理事会をやってたりとかしてて、そこで MC やったりとか司会ねやったりとかしてたんだけども、まあ年度始めはしょうがない、これはしょうがない、我慢して今日はリアルタイムで聞いてますリクエスト、山本リンダ困っちゃうな、それからなりこちゃんも困っちゃうな。なりこちゃん仕事だから7時から8時までの休憩の予定ってたんだけど、さっきご飯食べてたよね。ね、先週のケイラジ前にしっかり動作チェックした録音アプリが、番組が終わっても録音が終わったよって通知が今件おかしいなと思っていたら見事に失敗しとったそうか、で直したらん、今日からはケイラジも録音が残るので聞かれん時間も後で聞き直せる場合、困ったこと、聞きたいラジオ番組が多すぎて聞く時間が取れないのが困ったこと、仕事が泊まり勤務なのでラジコのタイムフリーや録音で聞き逃した番組を聞くけど、家におるときはライブで聞いている番組もあるので正直時間が足りんとです。だけんリアルタイムでラジオ聞いている時間以外もだいたいパソコンで聞き逃した番組聞いたり、お風呂に入りながら聞いたりしとるけど、2週間遅れで聞くこともたびたびあって困っとる場合、でもそれだけ面白いラジオがあるって証拠なので、家におる時間をフルに使ってラジオを楽しんどる場合、困ったこと2つ目、最近年のせいかなりこちゃんのなりこちゃんが元気ない時があるんだよね以前は腹につくぐらいギンギラギンギラしてて何発でも波動砲をぶっ放せたけど、最近は一発決めちゃうと賢者タイムが長くてなかなか回復せんとです。部長のダーリンは確か同じくらいの年齢だけど、ギンギラ具合はドギャンね、知らないわいや知らないんだよ本当にそのくらい知らないです、はい。でいろいろリクエストいただきましたが、その中でも困っちゃうなが入ってましたので、それをかけたいと思います。タイピエンコちゃんもです。今日のテーマ、困ってる話、今のところあまり困ってないかな、いやあるにはあるんですけど、それは愚痴になりそうで、私は農家長男の同居嫁なのでなんとなく察してください当たり障りのない話だと、トマトは安いのに燃料やビニール代が値上がりしていること、たまに台所にナメクジが張り付いて気持ち悪いことぐらいかな。うん、他のリスナーさんのメッセージを聞いたら同感することとかありそうですというね。困っちゃうな、え、一節リクエスト、いやいやこれ山本リンダの方かけましょうねいやいやいや、それからカレーパンちゃんリクエスト、夜明けの停車場、石橋商事、ミカボ部長、プーチンスナイパーの皆さん、こんばんは。今日は柳生博さんの訃報がありました。飛び出せ青春、我ら青春、青春ど真ん中など青春ドラマでは穂積貴信さんにヘコヘコして媚びを売る嫌な先生役が面白かったです。確かにそうだった、ご冥福をお祈りしますというね。カレーパンちゃん、夜明けの停車場リクエストです。さあ、じゃあ2曲続けてお届けしようかと思います。あら懐かしい熊本のりゅういちゃん、お金がないという困りごとはみんな持ってるでしょうから、それは割愛します。今要介護3の父の介護が結構大変です。一人ではトイレに行くこともできないくらいに弱っていますが、でも口は達者なので私や他の家族を呼びつけいろいろ命令します。うちのおばあちゃんもそうだったな、うちのおばさんと結構バトルになってたわ。動けない方が口が達者になるというかね、大変だよね。パーキンソン病がかなり進行してどんどん動きが鈍くなってきているのです。施設に預けるようなお金もないんですが、なんとか介護保険のおかげで週4回デイサービス、ヘルパーさんを2回格安でお願いできています。
これ大事ね。あの家族が疲れちゃやっぱダメよね。父を除く私たち家族が休める場所って、あ、時間って、父の具合が悪くなって入院した時のみなんです。なんかいい方法、介護に詳しい方いらっしゃったら教えてください。ケアマネさんもかなり頑張ってくれています。ここは難しいよな、一人一人違うからね、やっぱりね。でリクエスト、これは熊本のアーティストさんなのかな、手紙っていう曲なんですけど、りえちゃんこれちょっとまた今度あるかな、ちょっと探してみます。パーキンソン病にかかってる人なんだって。うん、ちょっとこれはなかったんでちょっと探してみます。それからビビビの太郎、今日のお題、困ってること、脳出血で視線さまよって助かってリハビリして復職して生活してるけど、肩麻痺で左手まともに動かないです。これが困ってます。そっか、包丁使えなくて趣味だった料理ができない、安いステーキ肉切れない高いフィレ肉は切れますが、安いサーロインやハラミは奥さんに切ってもらってます。シャツの一番上のボタンが止められない、これも硬いシャツは奥さんにやってもらっています。嫁がいてよかったね、嫁大事にして。仕事でいくつかソフトがテキパキ使えない、片手でシフトやコントロールキーを押しながら別のキーを押すがテキパキできないので仕事の効率悪いです。これはしょうがない。生活に困らないけど酒飲めなくなって、ギターやカメラできなくなって、これはしょうがないな。ギターが弾けなくなったのが悲しいです。6弦アコギ、12弦アコギ、ガットギター、電気ギター、マンドリンやダルシマ持って弾けました。今は左手麻痺でフレット抑えられません。ギターは三女がベース始めてギター持ってったので全部あげました。娘が弾けるようになってくれれば嬉しいです。一眼レフのカメラ操作ができなくて困っています。レンズのピントと絞りが左手で操作できないので、あーそっか左手も意外と不便だね。そっか、脳出血や脳梗塞で壊れた脳は、足はリハビリで治りやすいですが、手は神経回路がたくさん必要なので治りにくいらしいです。そうなんだ。4年やっても大きな進展ないので10年以上かけてゆっくり治ればいいと思い始めてます。そっか、うまく付き合わないとね、やっぱね。まあ体が動かないとさ、逆にほらね、さっきのりゅうちゃんのお父さんみたいにさ、じれたくなってね、減らず口を叩くようになっちゃうので、そこのところはやっぱ注意して、お嫁さんを大切にね、ビビビの太郎もしてください。そうか、難しいな、やっぱりね、年齢いくとみんなさ、いろんなことがあるから難しいよね、そこのとこはね。これラフティさん来たよ、ちょっと待って、ラフティさん練習とこね危ないものは練習しとこうね、こんばんは、みかちゃん。さて今週のテーマですが、私の困っていることといったら、想像以上にコロナが長引いて帰りに電車を乗ってくるという長距離の徘徊ができないことです。長距離に行って帰り電車で帰ってくるってことね。だって混んだ電車に乗るのは嫌ですもんね。だから今は近場の往復歩いて行けるところでしか徘徊していません。だから見ず知らずの人との出会いもない。ただ近場の徘徊だと同年代の年金生活をしているジジイやババアと話していますしかしなんと話題といえば薬と病気の話ばっかり。それに近場の徘徊だとみんなどこも行ったところばっかりで飽きてしまいます。金髪の若いピチピチギャルとの出会いもないいつまで続くのか、このコロナウイルスの、困ってしまいます。ではミカちゃん、ブチューブチューもみもみスリスリのペロンチョペロンチョなんて言ってるわけでも、言ってるけど、もうそのようなことには何も興味のないねとなってしまいましたではラフティさん、いやいやラフティさん元気出してくださいよ。ダメ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 、元気出さなきゃペロンチョペロンチョ田中ちゃん、最近困ってること、それは犬です。うちには僕が飼ってるヨーキーと同居している息子が飼っている雑種がいます。ヨーキーはメスで雑種はオスです。
どちらも去勢しているのでそっちの心配はいらないのですが、うん、まあ2匹とも家族以外の人間には悪魔のように吠え立てます。番犬としては優秀なのでしょうか。最近は親しい人も寄りつかなくなってしまいました。さらに息子の飼っているダッシュ君、家族で僕だけを敵視します。めったに帰省しない娘にさえ抱っこされるのに僕には近づいても来ません。やつにとっては僕は敵以外の何者でもなく、他の家族に近づこうとしただけでもうーっと威嚇してきます。なんとかしてやつにうちの主人は僕であることを認識させなければなりません。今完全無視作戦を継続中です。それを見た息子は陰で雑種君に負けるなと言ってるらしいです。たかが雑種風情に負けてたまるか。徹底抗戦あるのみです。でリクエスト、レッドチェペリンブラックドッグ。そうか、それはもう田中ちゃん食べ物だよ。食べ物で懐かせるしかないんじゃん、犬とかは。それから、ロビタ、最近困ってることは神さんがすぐ切れて理不尽に当たってくることです。ライブに行ったり行ったら帰りが遅いと怒り、仕事からまっすぐ帰れば早いと怒り、休みで家にいれば邪魔だと怒ります。かといって黙って出かけても怒ります。そんななので会話が激減しています。どうすればいいのさ。チーム女子、ロビタになんとなくこうアドバイスをツイッターでお願いします。ドロロンエンマくんの主題歌リクエストします。ということで2曲続けてお届けします。しゃべる、静岡の野村監督、最近困っていること、 K ラジで野村監督といったら競馬、 G1 厳選時空馬も全く当たらずで企画も参戦で終了。今年の G1 は荒れてて難しかったことで、桜花賞も皐月賞も5番人気を時空馬にするというブレブレ予想。もともとが穴党だからしょうがないですが、やっぱり時空馬だけはうんちく並べて馬券内に来てくれることが競馬ファンとしての妙利。この G15 連敗は競馬ファンとして本当困ってます。そういえば馬券は外れてたけど、部長の皐月賞時空馬は2着来たね。今年重賞不調のルメール時空馬とはさすがとしか言えません。次は部長に乗っかっちゃうかなって、いやらしい意味じゃないですよ、そんな意味に思ってないわ。ありがとうございます。ぜひ乗っかってみてください。ね、次なんだっけ、天皇賞ね、どうかな。ラジオネームバルコー、今日は長め。三日坊やぶんと皆さん、ケイラジ版はバルコだがね、うふ、春は雨が多いわ、今日も雨よ。困ってること、それは私がソファーで昼寝していると犬の白山が、白山って読むの、どかっと私の足の上に白山乗っかって座ってきて起こされることです。まあ幸せです。竹見玲さんの夢花火。リクエスト、月曜日の6時にリクエストしてください。竹見玲さんの番組で、マジか、その方が喜ぶって。もうバルセロナから竹見玲さんにリクエストしてくださいよ。ねえ、それから熊本リンダ兄貴、はいはい、おまとさんでした。熊本から勃金レディオのリンダお兄さんですよ。最近困ってること、それは逆向けです。爪の周りの水分や皮脂が不足し、乾燥すると皮膚が硬くなってできるらしいのですが、なぜか最近逆向け祭り、ささくれってことね、親不孝って言わなかったっけ昔ね。あれ、ささくれはビタミンが足らないんじゃなかったっけ、消毒液の影響とかいろいろあると思うんですけど、ちょっと大きめの逆向けであればちょいちょいと前歯で噛んで応急処置できるのですが、それに至らない小さめのやつは厄介、下手して引っ張ったりするとざっくり向けて出血したりするし、部長はどうしてますか、指ごと切り落としたりするんですか。してないよ。今日は真面目にテーマに沿った内容で、メンゴ折れずに最後まで聞いてます。ギンギラギンギラ。本当にね、兄貴、ビタミンと
保湿じゃないですか、あのハンドクリーム。ささくれ最近できてないよ。ちっちゃい頃はできてたけど、あのまめにハンドクリームとかやるとできないんじゃないかなと思うんですが、いかがなもんざんしょう。わかんないけど。ね。さあちょっと時間ないのでどんどん行こう。これはね、誰だ。夜の運行管理。今日のメールテーマ、最近ここまで困ってること。お金と女と尿漏れ以外にそんなに困ってることがない。トイキでネット、南野陽子リクエスト、わかりました。それから、ケントットちゃん、困ってること、よく聞くラジオ番組が改編等で時間が変わり忘れること。改編になってなくてもつい聞き忘れること。普段忘れやすいことはスマホのリマインダーアプリに入れることにしています。すごく便利なので重宝してますが、ラジオ番組全部をリマインダーに入れるのもねと思いつつ、習慣になるまではリマインダーに入れようかなと思っているところです。年を取ると困っていることが減るのは私だけ？少々のことはまあいっかって思うようになりました。うわ、いや、わかるわかる。逃したものを悔やんで、あ、逃がしたものを悔やんでネガティブな空気を醸し出すより、まあいっかと忘れて次々ってポジティブにいないと、それこそ年で体が持たない。いや気が合う。で、リエさん送りにならない曲、桑田バンドのバンバンバンということで2曲続けてお届けします。さあどんどんいきます。八つ金ライス、月曜のラジオを聞いてると、この時期にまさかの霜注意報が。しかし K ラジは年中霜注意報でしたね。キャハキャハじゃない。困ったこと、それは私のダジャレなんて言わないでください。ダジャレが滑るのは快感で、受けちゃうと対応に困る八つ金です。そんな私はすぐに調子に乗ることです。先日はペヤングで調子に乗ってとんでもない目に遭いました。最近は熊本にある日本一の石段3333段に登るリスナーさんがいて、私も真似をして登りました。一度2月28日に登ったのですが、苦しかったことをすっかり忘れて調子に乗ってテンポよく登りました。すると最初の200段で足がパンパンに、でもきつくハーハーと、あ、その後は1700段までがとてもきつくハーハーと息が苦しくなり、俺なんでこんなことやってるんだろうって思いながら激しい後悔が。最後まで登ったのですが、あの苦しみがすでに薄れて、また登ろうって思っている自分がいます。他にも熊本のラジオに影響され、ランニングやけん玉にハマっています。最近はお外けん玉にはまり、調子に乗ってどこでもけん玉をするので、家族が他人のふりをしていますと言いつつ、妻も調子に乗りやすいタイプです。小僧ちゃんと同じ年の我が子に、お母さんは絶対に三者面談に来ないでと言われる始末。調子に乗るまではまだセーフだとしても、その後必ず何かやらかすことを、困って知事も困って知事困っています。あ、いや耳、そうでもなかったです。やつがね、ありがとうございます。今日はちょっと微妙だな、今日のダジャレは。金堂ちゃん、困っちゃうな、あそこに毛が生えて。これ歌わせんの、どうしよう、まだまだ早いかしら、もういつ生えたかなんて遠い昔で忘れちゃった。ミカボー部長、トゥルントゥルンが大好きな軽音部員の皆さん、コモエスタ、あ、部長もトゥルントゥルンが好きでしたね、頭髪の方。本日もよろしくどうぞ。ゴロさん、今日は忙しくて本放送聞けなかったから再放送にお邪魔します。なんでこっちで言うんだ。と業務連絡もしたところで、今日のテーマ、困っていること、それはコロナ禍で濃厚接触ができないこと。濃厚接触して濃厚接触者になっちゃったらシャレにならないからね。何言ってんだか。まあ実際問題、定年まで3年を切ったところで、定年後の新たな生活、お仕事も含めて生まれ変わりたいんだけど、どうしたらいいかしらね。どうしよう。わかんない。これはわからん。なぎら健一、葛飾にバッタを見たリクエスト、また今度。金堂ちゃん、金堂ちゃんは大丈夫でしょう。老後は安泰じゃないですか。全然全然安泰だと思うよ。それからこれはね、 J V の皆さんこんばんは。アミカボ部長、 V の皆さんこんばんは。昨日もツイキャスお疲れ様でした。楽しかったです。困ってること、まずはお金。お金はみんな困ってると昨日部長が言ってたので却下。次に太ってた
太ってきたことは先日読んでもらったばかりなのでこれもなし。会いたい人になかなか会えないのも相手にも都合があるし、うん、何困ってるのかいろいろ考えた結果、今朝トイレに部屋着のボタンを落としてそのまま流してしまって困ってます。リクエスト、トイレの神様だったんですがJ また今度です。トイレに部屋着のボタンを落としてしまって流してしまって困ってます。 J 金のボタンと銀のボタンとそれから木のボタンと、お前が落としたのはどのボタンだい？金とか言うな。ね、新しいの買って。綾瀬のマグ、ラビ先生が菜の花が綺麗で良い香りだねなんて言ったら、三籠部長の方が良い香りに決まってんじゃんかとマジ切れする手下の皆さん、こんばんは。あ、オイラも手下です。おととし50代の高校からの友人が結婚しました。お嫁さんも50代で2人とも初婚なんです。コロナ禍の影響で披露宴が今までできなかったんですが、今年の6月にようやく決まりました。そこで困ったことに、お祝いの歌を歌ってくれと言うんです。自分は恩師で恥ずかしいけど断れませんよね。そうだね。そこで考えた末に決めました。ヘベレケに酔っ払って歌ってやろうと決めて、五木ひろしさんの幸せ探して歌おうと思います。絶対振り付けもしてやるぜ。でも飲みの心臓なので今も困ってます。三籠部長だったら何歌いますか。で、幸せ探してリクエストだったんですが、また今度。綾瀬のマグ、じゃあこれ明日、あ、来週の課題、みんな、結婚式何歌う。人のメールから課題を作る。結婚式何歌う、来週ね、お願いします。来週のメールテーマ。それから、これ曲かけないとな、曲かけらんないかな。ゆうすけ、困ってること、釣りが趣味なんですけど、ここ1ヶ月ぐらい2級小型船舶の勉強してたんですけど、私見事に国家試験に合格しまして、お、免許を取得しました。よかったな。困ってることは釣り道具の置き場所がなくなってきたことです。庭に物置をもう一棟買いたいので、部長 YouTube で競馬学校を開いて生徒を募集してください。綾瀬のマグーさんと一緒に入会します。ビートルズのマネーリクエスト、これかけれるかな。これとね、じゃあね、じゃあこれかけるか、まずかけるか、これいこう。さあどんどんいきます。これはね、よいしょ、なんちゃって警備員、お題、最近彼女と称している女性の接し方で悩んで困っております。女性と出会ったのは19歳の時、今は31歳。私の家庭の事情で10ヶ月ほど連絡できませんでした。もちろん女性には連絡途切れがちになると伝え、最近私のことが落ち着いたので LINE したらしっかり返事が来ました。彼女は B 型、私は A 型、手は繋いだことあり、ムフフは1回だけで、恋愛マスターの部長にお伺いしますが、今後彼女とどう接すればよろしいでしょうか。私のパジャマなど彼女の家にあります。やはり今度遊びに行っていいなんて言っても大丈夫でしょうかね。長文失礼しました。小僧さんのプロマイドください。ダメだよ。それはダメ。これ、このきっかけっつうのが、だってそんだけ知ってて付き合ってて、このきっかけが逆にこの複雑なのかな。解決案件だよねこれ。チーム女子チーム女子で相談解決案件だよねこれね。いや、私だけの意見じゃ何とも言えないな。なんか近々ツイキャスやってこれ相談乗ろうか。なんちゃって警備員のこの案件、そう思います。はい、なのでちょっと この案件ちょっと保留。うちの軽音部員さんのいろんなチーム女子たちにちょっと投げましょう。それからこれはね、燕市の亀さん、今日のテーマ、この前車のブレーキを踏むところアクセルを踏んでました。エンジンをかけようとして一生懸命アクセルをキュンと踏んでかけようとしてました。実際にはブレーキをキュンと踏まなきゃならないのにエンジンがかかりませんでした。ボケの兆候でしょうか。困りました。小学生の頃何をやったのか忘れましたが、父親に正直に話すんだろうと言われ、正直に話をしたらいきなりビンタが飛んできて、そういう理不尽あったね昔はね。驚きと悔しさを味わったことがありました。
どっちにしろ嘘でも正直に話してもビンタが飛んできたのでしょう。困ったもんだ。確かにそうですね。そうだ、昔はそうだったよ。理不尽なことがあった。でリクエストが柳ジョージとレイニーウッド雨に泣いているだったんですが、これじゃあ私来週部長セレクト柳ジョージやります。はい。なのでいろいろちょっとなんか山のようにいろんなことがあるね。あとほら新しいコーナーを作ろうと思ってるって話で、推しの、アーティストをの、説明というかさ、紹介文と&それをこう私が音源を探したりとか、まあなんかやって一曲かけるっていうのをやろうと思ってるんです。部員セレクトっていうのをね。で、まあ来月からです。なんというかやっぱりメールいただいてます。なのでそれをやろうと思っています。だから自分でもいいし、だから辛いもの田中ちゃんとか自分をプッシュでもいいし、あとはインディーズでもいいし、あとみんなが知ってる例えば松田聖子さんでもいいし、あの紹介文、自分なりの紹介文&リクエストしたい曲っていうかかけたい曲っていうのをくれると、今週の部員セレクトは例えばね SS109 の何ですってこうでっていうのをやろうと思っています。はい。なのでぜひ来月からそんなコーナーを作ろうと思っていますので、ぜひぜひメールを今ちょっとずつ貯めてますのでいただけると嬉しいです。軽いな。そんな感じで、行こうかなと思っています。ちょっとほら部活動的なさね、みんなにこう、学びじゃないけどさ、いろんなほら私が知ってるこのアーティスト聞いてじゃないけどさ、活動的なものをやろうかななんて思っていますので、ぜひ皆さん自分でもいいし知り合いの人でもいいし、音源がなんとかなれば、ぜひお待ちしております。はい。それからもうこんな時間か、もうこんな時間じゃない、こんな時間じゃないよ。早いね。もうあとちょっとで終わりの時間です。最後のメール SS109。 困ったこと、最近転職したんですけど、そこのお昼ご飯の弁当があまり美味しくないのがちょっと困ってます。これはね、昼ご飯の弁当まずいのつらいな。これはつらい。しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。でジョイスキャベリーアメリカンヒーローのテーマリクエスト、これエンディングということで、今週も皆さん、リクエストメッセージ、それから聞き線ツイートだけの方もご参加ありがとうございました。さあそれではまた来週木曜日の、いつもここで金曜日って言いそうになる、木曜日の夜7時軽音部でお会いしましょう。それではまた来週、さようなら。